シュリーフェンプランシュリーフェンプランは19世紀後期のドイツ帝国の軍人アルフレート・フォン・シュリーフェンによって1905年に立案され修正された形で第一次世界大戦の初めにドイツ軍によって適用された西部戦線におけるドイツ軍の対フランス進攻作戦計画である。 不仏戦争以降のドイツの外交政策はフランスの孤立を維持することを目的としていたが、1890年にビスマルクが失脚すると、その外交政策の中軸であったロシアとの独路、再保障条約は延長されなかった。さらに1894年にはフランスとロシアはロフツ同盟を締結し、ドイツが対フランスロシアの二正面作戦に直面する可能性は高まった。 ドイツ参謀総長シュリーフェンは、二正面戦争解決の手段として、フランスを全力で攻撃して、退仏戦争を早期に終結させ、その後反転して、ロシアを全力で叩こうと考えた。これは、ロシアの未発達な電信網や鉄道事情などから、ロシアが総動員令を発令してから攻勢に、出るまでには6週間かかると予測したからである。こうして立案されたシュリーフェンプランは、 東部戦線と西部戦線最翼を犠牲にして強力な西部戦線右翼で中立国ベルギーとオランダに侵攻しイギリス海峡に近いアミアンを通過その後は半時計回りにフランス北部を制圧していき独仏国境の仏軍主力を背後から包囲し殲滅するというものであった作戦の所要時間は1ヶ月半とされた1906年に シュリーフェンの後を継いで参謀総長に就任したショーモルトケはシュリーフェンの案に相当な修正を加えた。シュリーフェンの案ではアルザスロレーヌの給料奪回を目指すであろう。フランス軍について同地域が防衛軍に有利な地形なので誘引することは好都合であることから軍レベルのドイツ軍部隊は配置せず防衛にオーストリア軍を当てる予定であったが ショーモルト家はこれを改め、同地域の防衛のため、右翼から兵力を削って、第6軍と第7軍を新設した。また、原案では、西部戦線右翼での公正証明を広く取るために、マーストリヒトでオランダの中立を審判するとされていたが、ショーモルト家の案では、ベルギーとルクセンブルクの中立は、シュリーフェンの原案通りを犯すが、オランダの中立審判は、避けるとされた。 第一次世界大戦初戦のドイツ軍のフランス侵攻作戦は、ショーモルト家の修正版、シュリーフェンプランに基づいたものであったが、いざ実際に実施してみると、シュリーフェンやショーモルト家の想定しない状況が多々発生し、最終的に9月6日からのマルヌ海戦でドイツ軍の進撃は停止し、シュリーフェンプランの目的、6週間でフランス陸軍の壊滅は達成できなかった。 ベルギー軍による予想外の抵抗。計画では、ベルギーの中立を侵犯しても、ベルギー軍の抵抗は、形式的なものであり、大きな軍事的抵抗を予想していなかった。しかし、ベルギー軍の抵抗は予想以上で、しかも撤退時に橋や鉄道を破壊していったので、後のドイツ軍の補給に問題を起こした。また、アントワープ近郊で抵抗を続ける、ベルギー軍のために、ドイツ第一軍は、 二個軍団総統を残地せざるを得なかった。予想外に早かった東部戦線でのロシア軍の攻勢。計画ではロシア軍が攻勢に出られるのは総動員令から6週間程度は必要であるとしていたが実際にはロシア第一軍と第二軍は総動員令から約2週間半後の8月17日には東プロイセンに進行を始めた。8月21日に ドイツ第8軍司令官、マクシュミリアン・フォン・プリットビッツから、東プロイセン全体の放棄を認めるよう要請された。ショーモルト家は、プリットビッツを解任するとともに、西部戦線右翼から2個軍団を引き抜き、東プロイセンに移送することを決めた。ドイツ軍右翼の疲弊。シュリーフェンプランの根幹は、強力な右翼がベルギーを越えて、第1軍は、パリの西部、第2軍は、 パリの東部を通過する計画であったが、この集会運動の外周部にあたる、第一軍の進軍はおよそ1日あたり 40km 程度必要であったのに、対し、自動車化されていない不評の進撃速度は、最大で 25km 程度であるため、限界を超えるものであった。さらに、ベルギー領内の鉄道の破壊などによる補給の問題も疲弊に拍車をかけた。量的優位性の消失。 開戦当初、フランス軍の再左翼は第五軍、対するドイツ軍右翼は第二軍と第三軍でドイツ第一軍に対抗する位置に、フランス軍は配備されていなかった。ところが戦闘が続くうちに、フランス軍側には五個師団のイギリス派遣軍とフランス軍右翼より抽出した兵力で新設されたフランス第六軍が第五軍より左翼に配置されたのに、ドイツ軍は 中央部、左翼でも攻勢作戦をとっていたため右翼への兵力の補充はなされなかった。その結果、丸ヌ海戦では当初ドイツ軍右翼の持っていたフランス軍左翼に対する両的優位性はなくなっていた。シリーフェンプランの最大の問題点は戦争遂行のために準軍事技術的な側面を徹底的に追求し、そのために政治的側面をそれに従属させている点にあった。 その意味において、かつて、カール・フォン・クラウゼビッツが述べた、戦争とは、他の手段をもってする政治の延長であるという言葉と、全く逆の性質を持っていた。ベルギーの中立審判を、イギリスの対独戦線や、国際的汚名を被ることを無視して、軍事的要請から押し通したことは、その最も、典型的な例である。また、ショーモルト家によって、シュリー・フェンプランが、解約され、 その結果ドイツが敗北に至ったという説は1920から50年代頃によく述べられた説であるが、モンゴメリー以降は軍事技術や補給の問題から、シュリーフェンの原案の現実性も否定されている。クレフェルトによれば、第一次世界大戦では、マルヌ川に到達した時点で、ドイツ軍は疲労しきっていた。もし原案に沿って、作戦を進めていたら、セーヌ川のはるか以前で、 ドイツ軍は停止せざるを得ない状況に至っていただろうと推測されている。ただ、クレフェルトは補給船にのみ求めているが、実際の原因としては、鉄道の破壊等、フランスの計画に対する防御の進化の成功に基づくものであり、この非現実性は、重宝の失敗とも言える。シュリーフェンプランは、フランス軍を短期決戦で降伏に追い込むことと、ロシアは鉄道などの交通インフラが、 防御的であると同時に、総動員完了までに、かなりの時間がかかることを前提として立案された。しかし、第一次世界大戦が勃発する頃には、ロシアの鉄道網の整備も進んでおり、ロシアは7月31日に総動員を開始し、17日後の8月17日には、東プロイセンへの進攻を開始した。ドイツ側の予定よりも早期に行われた。 ロシアの侵攻に対処するため、西部戦線から兵力を引き抜かなければならなくなったことが、同年9月のマルヌ海戦敗北と西部戦線の膠着化を招く一因となっているので、たとえ、シュリーフェンの原案通りに作戦が遂行され補給に問題がなかったとしても、シュリーフェンプランは、ロシアとフランスの動員速度の差が、 一定水準以下に縮まった時点で実行するための前提条件から破綻していたことになる。また、ドイツの一方的都合で自国の政治的中立と領土、主権を侵犯されるベルギー自身の軍事的抵抗も全く想定していなかったため、リエージュ要塞攻略で2日間足止めされるなど、想定外の時間と物資を浪費し戦力の分散を余儀なくされる事態も生じている。 独祖不可侵条約の締結によって、当初はソ連との二正面作戦を強いられる危険がなかった第二次世界大戦においても、マジの線路建設によって、フランス領内への直接侵攻が困難となったこともあり、ドイツのフランス侵攻作戦は原則として、シリーフェンプランが踏襲される予定だった。しかし作戦計画書を持った士官の飛行機が、 ベルギー領内に不時着するという事故によって作戦計画が連合国側に漏れてしまい作戦の練り直しが迫られることになった。検討の結果ヒトラーの後押しでマンシュタインの作戦計画が採用された。それは主力はベルギーから攻め込みイギリス海峡に達するという点ではシュリーフェンプランを踏襲したものであったが構成正面は ベルギー北部の平野部ではなく、南部からルクセンブルクにかけてのアルデンヌ森林地帯で、ある点が異なっていた。戦車や、重砲などの重装備の迅速大量な通過は、不可能と考えられていた、森林地帯を抜ければ、連合軍に対して、完全に奇襲となり、より容易に作戦が進むと考えられたのである。その後のフランス侵攻では、実際の戦局はその通りに展開し、 フランスは約6週間でドイツに降伏した。近年の研究では上記のようなシュリーフェンプラン像を見直す見方も出てきている。冷戦終結後のテレンス・ツーバーは新資料の発掘によって従来シュリーフェンプランの決定校と思われてきた覚書が必ずしもドイツの2正面戦争克服の唯一の手段として提案されてきたものではなく、 軍備予算獲得のための口実として提示されていたと主張している。二正面作戦解決の唯一の処方箋としてのシュリーフェンプラン像は作られたものであるか否かが現在論争中である。ただ一つ明らかなのはシュリーフェンが作成した計画とコモルトケが作成した計画が全く異なるものであるということが現在の研究では定説となっているということである。 シュリーフェンとクラウゼ・ピッツに関する研究を含む、清水滝吉、三宅正樹河村康幸、石津智幸といった日本の研究者の他にも、マーチン・ファン・クレフェルトやウィリアムソン、マーレイ、ビレム・ホーニヒなど、国際的に有名な研究者が論文を寄稿している、マーチン・ファン・クレフェルト、佐藤・タスク・サブロー補給船何が勝敗を決定するのか、中高分庫ビブリを、 ISBN 41億2204万6904ドイツはこれに抗議するがロシアは総動員解除に応じなかったため8月2日にロシアへ宣戦線復刻するただし作戦の規模及びその目標は大幅に縮小され一種の構成防御作戦になっていた石津智之シリーフェン計画論争をめぐる問題点戦士研究年報第9号防衛研究所 ありがとうございます。